ゴルディアヌス一世、またはマルクス・アントニウス・ゴルディアヌス・センプロニアヌス、ロマヌス・アフリカヌス・アウグストゥスは、ローマ帝国の軍人皇帝である。ゴルディアヌスの若い頃や羊はあまり知られていない。その名ゴルディアヌスからは、家系はアナトリアのフリュギア族州の出身だと推測される。ゴルディアヌスは、身立たない、しかし非常に富裕な騎士階級の家庭の出身であったが、 ローマ元老院議員となるまでに出世した。一説に、共和政時代からの資産家の名門貴族で、グラックス兄弟と血縁があり、トライアヌステートも血縁とされている。ゴルディアヌスには妻ファビナ・オレスティラという妻がいたとされ、その間に3人の子があった。ゴルディアヌス2世として知られる息子、マルクス・アントニウス・ゴルディアヌスと、名前不詳の男子、娘、アントニア・ゴルディアナの二男一女である。 ゴルディアナは、ゴルディアヌス三世の母となった。信憑性が、大いに疑わしい。ローマ皇帝群像では妻ファビア・オレスティーラはご検定の一人、アントニウス・ピュース帝のひ孫とされ、ファビナの母シルーアナは、ルキウスラミア・シルーアヌスとアウレリア・ファリラの、娘とされている。ドミティア・ロンギナは、初代ローマ皇帝、アウグストゥス帝のコンマゴであり、プラウティアはなお孫、シルーアヌスはクム孫。 シルーアナはクモ孫の子、ファビナ・オレスティラはクモ孫の孫となる。ゆえにゴルディアヌス一世とファビナ・オレスティラの二男一女は、アウグストゥスのクモ孫のひ孫、ゴルディアヌス三世はクモ孫のヤシャ子、ゴルディアヌス三世の娘フリアはクモ孫のライ孫となる。このように、ローマ皇帝群像の記述は、ゴルディアヌス一世とその家族を、ユリウス・クラウディウス長とネルーア・アントニヌス長に結びつけている。 ゴルディアヌスの政治的キャリアは比較的年齢が高くなってから始まった。おそらく彼は若い頃は修辞学と文学の研究に携わったと推測される。ゴルディアヌスは軍人としてスキュティア第四軍団をシリアに駐屯していた時に率いた。216年、ゴルディアヌスはローマ族領ブリタンニアの総督となり、ヘリオガバルスが皇帝の時補充失政官となった。ゴルディアスは 軍人として名声を得ていたが、懸命で野心から離れた生活ぶりはカラカラ味方の疑いを受けることもなかった。ゴルディアヌスはカラカラを褒める女子氏、アントニアスを表した。ゴルディアヌスは混乱したセウェルス長の中にあって、富と政治的影響を保ち続けた。これはゴルディアヌスが個人的に陰謀を嫌ったことを暗示している。皇帝アレクサンデルセウェルスの地下、 すでに80歳、近かった、ゴルディアヌス一世は、栄誉あるとは言え危険に満ちたアフリカ総督の座を引き受けることになった。その任期の中途、マクシミヌストラクスが、皇帝アレクサンデルセウェルスを、下ゲルマニア族州で殺害し、皇帝として即位した。しかし、マクシミヌスの強権的な統治は、元老院との対立や、民衆の離反を引き起こし、 後半に広がった不満は238年、アフリカ族衆での反乱にまで高まった。ゴルディアヌスは民衆の不満と要求に折れ、3月22日皇帝宣言を行い、ソエメアフリカノスを名乗った。しかし自身の高齢を鑑み、息子マルクス・アントニウス・ゴルディアヌスを共同皇帝とすることを主張した。数日後、ゴルディアヌスはカルタゴに入場し、 民衆と指導層に歓行を持って迎えられた。一方、ローマでは、マクシミヌスの親衛隊長が暗殺され、反乱は成功するかと思われた。元老院は、ゴルディアヌスを新しい皇帝と認め、ほとんどの俗州は、喜んでゴルディアヌスの側についた。しかしヌミディアの総督、カペリアヌスは、マクシミヌストラクスの忠実な支持者であり、マクシミヌスとの同盟を再び新たにし、 数軍団を率いてアフリカ属州に侵攻した。ゴルディアヌス不死は戦闘に敗れ、息子ゴルディアヌス二世は戦場で殺された。息子の死を聞いた、ゴルディアヌス一世は自殺した。二人の知性は36日で終わった。ゴルディアヌス一世は愛される性格の持ち主として高い評価を受けていた。伝えられるところによれば、不死ともに文学を愛し、良い作品を書き、 数多い著述をなした。しかし二人は、有能な政治家や、勢力のある支配者であるというよりは、知的な快楽にふける、趣味人であった。ゴルディアヌス夫死の死後にも、元老院は、プピエヌスとバルビヌスの二人を、共同皇帝ゴルディアヌス一世の孫である、ゴルディアヌス三世を、副帝に任命して、マクシミヌスへの抵抗を継続した。マクシミヌスは、 内戦の中で配下の部隊の反乱によって殺害され、さらにプピエヌスミカドとバルビヌスミカドも内紛の挙句に殺害され、ゴルディアノス三世が唯一のローマ皇帝となった。ありがとうございます。